はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今回は朝ドラおむすびの第25話について話していきたいと思います。はい、今回も、なかなか深い回だったのではなかろうかね。北村幸也さんのね、一人舞台という感じでしたかね。ね、自分のせいで、歩みが、不良になってしまったみたいなね。とても、泣けるシーンではありましたね。まあその後ね、すぐ寝ちゃうというところがね、もうかなり酔って、酔いすぎていたみたいな感じではありましたけどね。一方ね、歩みは、ね、私はね、ギャルじゃないんだと、その頃からギャルではなかった、偽物だったとね、言ってましたけども、それは真相は来週へという感じですね。あ、面白かったシーンはあれですね、カッパ、カッパが帰るね、ユイが送っていこうと、するシーンが良かったね、面白かったね。そこにね、ヨウタ現れ、男なんだから送っていかなくていいだろうってね、すごいね、ヨウタはおもろい。でね、またカッパがね、ヨウタのことを覚えてないっていうのがまた良かったね。笑わせるところ。非常に、好きなシーンだったな、あそこはな。あそこ良かったね。で、その後に、中村朱里。同級生の中村朱里ちゃんがなんと、ヨウタに恋をしているって感じでしたね。いいですね。これはなかなか面白い。ね、送ってってよって言ってましたね。ヨウタはあんまり気づいてないね、感じで。なんでみたいな感じで。よかったね。なんかね、1話目から出てますよね、中村朱里さんはね。なんか今回の一番良かったんじゃないの。なんか可愛らしさが前面に出てましたね。5週目の終わりでやっと、ああなるほどという、わあさすが、なるほどこういうことかみたいな、だから選ばれたんだなみたいな、そういう表情が見えましたね。視聴者の人はあんま気づいてなかったかもしんない。いやすごいよかったね。いやーこの全部ひっくるめてあのシーンは良かったな。自分にとっては北村幸也さんのシーンももちろん良かったけど、それを上回る、いいシーンだったかな。まああの鮎の部屋のねシーンがなんか一番ちょっと鮎と萩原蓮のみんなのシーンはいつもなんかこうちょっとなんか辛いというかね、なんか怖い先輩と後輩みたいな、なんかね、なんかちょっと、見てられないというかね、恥ずかしいというか、なんかそんなシーンだな。あとは麻生久美子さん、お母さんが、
あんなの不良じゃないよみたいな感じのね、セリフがね。ね、お母さんが、若い頃不良だったという、ね、うん、あらかじめ我々はね、知らされていたんでね、うん、なんか、なるほど、みたいなね、重みがね、うん、出たなと思いましたね。うん、はい、今週は結構深い感じというか、結構心に響く内容でしたね。うん、来週はね、どんな感じなんだ、なんか大女優みたいなね、セリフが聞こえてきましたね。何やってんだ、あゆは東京でそんなすごいことになってんだみたいなね、うん、感じですね。うん、で、なんかリーサさんの高校時代の映像がね、出ましたけども、やっぱすごいね。うわーみたいな、うん、迫力あんなみたいな、あんなのね、あんな感じの人がいたらそりゃ有名だろうなみたいな、うん、いいね、うん、まずは見た目だもんね、うん、いやー、見せつけられたという感じでした。はい、来週も楽しみにしたいと思います。はい、こっからは私、リーノンチ・ザ・ワイズの日々ですが、ね、11月になりました。今日1日、来週金曜日には私、アコースティックな、ライブがありますので、ぜひぜひ東京吉祥寺シルバーエレファントの方に、遊びに来てください。ね、会場で、この、のんち TV を見てきましたよなんてね、声をかけていただけたなら私は非常に喜びますんで、ね、ぜひぜひ遊びに来てください、ね、当日券出ると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください、ね、どうしても来れない方は配信の、アドレスをこの概要欄の方に貼ってありますので、ぜひぜひ購入して いただけたらなと思います。はい、あ、もうとうとう11月になりましたね。うん、ね、もうやっぱりテレビとかでもね、もうあと2ヶ月みたいになってますね。もうここがね、毎年毎年ね、もうあと2ヶ月しかないと思うか、あと2ヶ月もあると思うか、ここはでかいよ。毎年言ってるけど来年はって言ってる人はね、ちょっとね、この2ヶ月を無駄にしすぎてるというかね、もったいないんで、来年はというよりも、今日何やろう、今日何、今日こそ、来週は、みたいなのに、細かく切ってった方が、やれることは増えると思いますんでね、遠いことをね、全力でやれる人はいいんだけど、なかなかね、遠いからいいやって思いがちだと思うんでね、その辺は、気合を入れて、やっていけたらなと思います。はい、まあ私も、今年中には片付けたいということがもう9割方、できたなと思ってますけどもね。いやー、なかなか2024もなかなかのね、ハードな日々でしたね。あれもう終わったような話になっちゃったけど、皆さんも残り2ヶ月楽しんでいきましょう。はい、今日もありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日。